ニャンピューターが、影の生産をしてくれない。はい、こんにちは。こんばんはなんだぜ。もう3回くらいやってるんだけど、大狂乱猫が攻略できなくってな。とりあえず、レベルマックスになるまでカットなんだぜ。さあ今度こそ、攻略させてくれよ。ということで今回は、大狂乱の猫降臨、これを攻略していくんだぜ。さっきからニャンピューターとスナイパーを使って、3回チャレンジしたんだけど、全部途中で、壁を生産しなくなるんだよ。調べてみると、出撃メンバーを必要最低限にしておかないと、ダメみたいなんだぜ。なぜか、急に壁の生産を中断しちゃうんだよ。原因は、衝撃レアキャラを複数セットしてあったため、ニャンピューターがそれを生産するために、壁の生産をストップしていたみたいなんだぜ。ということで、攻撃メンバーは、ガオウとネコムーと進化前でダメージを入れて、ウルルンとネコルガでノックバック、この流れです。ニャンピューターをセットしてあるから、あとは戦闘を見守るだけなんだぜ。ぶっ飛ばす効果を期待して、スナイパーは外してきたよ。すでに3つとかしたし、これ以上は使いたくなかったんだぜ。舐められたものだ。ここの攻略は、ネコルガのノックバック、あと、ウルルンがどこまでぶっ飛ばす効果を発動してくれるかにかかってるんだよな。っていうかネコルガがデカすぎて、画面から見切れてるんだぜ。そういえば、前回高評価してくれた方、サンキューな。おかげで霊夢もこの通り、完全に立ち直ったんだぜ。やっぱー、この通り元気ですよ。みんなこそ。最近調子どう？逆にお前大丈夫かよ。最後のガチャ引いた後に、あの言葉が脳裏をよぎったよ。あの言葉ってなんだよ。いやこれ滅びの言葉じゃねえか。私の心の中はこんな感じだったっていうの。お前ら、ちゃんと実況しろよ。すまんすまん。てにんかいつの間にか押し込まれてるぞ。ネコルが、いつの間にか蒸発してたな。今回もこのまま、スロー崩壊させてやる。こっちはニャンピューターが高速で壁を生産しとるんじゃ。6枚壁だからな。ここが勝負だな。一気に攻め落としてくれる。頼むみんな、踏ん張ってくれよ。てにんかこのニャンピューター、生産速度がやばいな。これが手動だと、大狂乱猫が止まらないからな。それ以外にも、クマとアリクイがかなり厄介なステージなんだぜ。こいつらに、どれだけいたずられたことか。さっきはこの辺りで、ニャンピューターが生産をやめてしまったんだぜ。頼むからこのまま壁を生産し続けろよ。おい、後ろからクマも近づいてきてるぞ。よし、それじゃあ一気に攻め落とさせてもらうぞ。まさか。またここでやられてしまうパターンか。ぬぬぬぬ、このままで押し切られてしまうかも。なーっちゃってバルス。しし、やーっと倒せたぞ。このステージは、ニャンピューターなしじゃ攻略は無理だったな。我がドイツの医学薬学は世界一！できんことはない！あとは雑魚を蹴散らすだけだから、カットなんだぜ。といったところで、今回はここまでだな。レジェンド星4を攻略したいんだけど、欲しかったレアキャラも当たらなかったし、っていうか持ってるキャラばっかり出たし、なかなか星4攻略は難しいんだぜ。もういいよ。そんじゃまた次回、ここまでご視聴、ありがとうございまーす。した。はい、ということで、金付けが手に入ったので、ガチャ回していきます。やめといた方がいいんじゃないのか？マリサ、ここをちゃんと読んでください。超激レアの出現率、超アップ、ってちゃんと書いてありますよ。確かに、記載してあるな。まあ35連続爆死したものとして、これが36回になったところで痛くも痒くもないしな。まあそこまで言うなら引いてみろ。どうせが多いなんて、当たらしないんだよ。あなたに会えて、本当に、よかった。嬉しくて、嬉しくて、言葉にできない。